皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組、オカルト FM エリア78。毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は、快楽はあなたへ、怪談や沖縄、手堀島通りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオワールド提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78。この番組では怖い話、不思議な話を、実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私、エリア78案内人、くすのきでございます。今月の放送は前半で4月に開催しましたコラボ会談会でお世話になりました。2代目、小見八そば吉郎さんとのフリートークと怖いお話をお届けします。後半では不思議な物語、僕は今どこにを総集編として一挙放送いたします。今月も最後までよろしくお付き合いください。オカルト FM エリア78。この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索で、オカルト FM エリア78を検索してください。また、番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見、ご要望などをお寄せください。メールアドレス、mail@okalto.okinawa、または、オカルト FM エリア78、ツイッターアカウントへ DM を送ってください。オカルト好きな皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、先日コラボ会談会をしていただきました米八そばさんでただいま収録をさせていただいております。はい、今月はですね、会談会の音源はちょっと流せませんでしたので、その代わりといってはなんですけれども、生でお話を聞けたらと思いまして、おそば屋さんまで来ております。まずはちょっと自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい、沖縄幸せで、米八そばというお蕎麦屋さんをやっています。まあ、階段しゃべるときには2代目米八そば吉郎と名乗っております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、まあ、ちょうどこれ1週間後ぐらいなんですけど、階段会から。そうですね、うん、でちょっと静かなお店見てたらなんかもう夢のようなそうですね一時だったなと思いますけど、1週間前だからあの時に楽しかったですね。そうですね、もうすごい楽しくて、ちょっと驚くぐらいなんかいい時間を過ごせたなと思うんですけど、30人ぐらいお客さんも来てもらって、そうですね、はい、もうお店もいっぱいになるような状態で本当にありがたかったんですけれども、米八そばさんは最近20周年なんですよね。そうなんですよ、はい、そうなんです、おかげさまで20年、まあ、僕が手伝ってからは10年ぐらいなんですけれども、うん、両親が始めたんで、はい、それからは20年って感じですね、うん、それで2代目ということなんですよね。でご家族で主になさっていってるという感じでしょうか。はい、はい、まあ、合わせのね、おそば屋さんちょっといろいろ私も噂は以前から耳にしていたんですけれども、はい、まあ、駐車場の看板がねなかなかに癖の強い看板を。そうなんです、うちそう、昔からちょっと、まあ、無断駐車が多かったもんですから、うん、どうしようかと考えてですね、呪いの看板を作ったんですね。呪いの看板でそれで、まあ、お店のお客さん以外止めると、まあ、松台まで祟りますと、まあ、書いてあるんですけれども、はい、まあ、これを作ってその日に、もうすぐ無断駐車されまして、なかなか、でその車は Y ナンバーだったんですよね。あ
ちょっと日本語はお上手じゃなかったかもしれないです、ね、そうなんですよ。だからちょっと悪いなと思って呪っちゃって、もう残念ながら呪われましたね。もうちょっと申し訳ないなと思って、今どうしてるんだろう、もう死んでるかもしれないですね。やばいですね。ところでその後は大丈夫なんですか、看板の効果は。いや、どうなんでしょうね。まあ、多少減ったんじゃないでしょうか、それよりもあの家族にめちゃくちゃ怒られまして、はい、お前何考えてんのと、客商売してんのにこのタタルとか。でも結構あのそれ面白がってあの見に来る方も多くなったんで、まあ、よかったかな。逆にね、お客さんがちょっと興味持ってくれる。そうなんですよ。ましてや階段をそう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 するお店だったりもするので、ね、そう、あの階段が僕大好きなので、よかったです。なかなか面白いあの看板で、はい、すごいですね。松台ですから、ね、根田屋しますからね。そうなんですよ、恐ろしいですね、はいはい、皆さん無断駐車やめましょう。そうですね、はい、ぜひ食べに来てあの駐車場見に来てください。そうですね、ぜひ、はい、ね、あの駐車場もね広いので ね、 ね、十分止められるんで、はい、ぜひあの駐車場を見ておそばも楽しんでいただければと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。こちらのお店はもう階段階自体は3度目ということですね。そうです、前回やったのでもう3回目ですね、うん、1回目2回目、まあ、1回目僕だけが、まあ、喋ってですね、はい、やって去年かな、うん、で2回目はあの、作家の比嘉淳子さんと一緒にやって、はい、うん、で3度目が今回あの先週やったやつですね、はい、コラボ階段階ですね、はい、はい、その番組もコラボ会談会というのも本当初めてで、はい、番組単独でやってたり純駆動さんにお世話になったりしてやってるんですけど、はい、どこかの飲食店さんとか、はい、そういうところぜひやりたいなと思っていたところに、はいはい、もう次やりましょう、次も、もう本当にこんなに盛況ならもう次もやりたいという気持ちに。はい、なんかやってるなんて知らなかったっていう人も終わった後に連絡があったりとか、うん、ああそうだった、ね、なんかいろいろあったんで、うん、ちょっとだから僕はやりたいなと思って、割とあれですね、決めてすぐやったみたいな。そうそうそう、あまり告知期間は一月ぐらいですかね。まあそうですかね、うん、ぐらいの、ず結構うちの番組の会談会とかも少し前から結構告知してっていうふうにはやってたんですけど、はい、今回なんかトントン拍子というか、うんうんうん、すぐに決めていただいたおかげで、うん、楽しかったです。楽しかったです、ね、はい、うん、でコラボ会談会ということで今回は、まあ、小原さんと良健さん、はい、いつもうちの番組の会談会に来てくださってるお二人と、はい、吉野さんとということで、はい、他にもお客様もね、はい、お話したい方って言ったらお話してくださる方がいて、いや、そうなんですよ、すごいなと思って。よかったあれは。この会談会結構お話したい方多いんですか。そうですね、あの1回目2回目とありました、はい、喋らせてくれっていう人が、ね、はい、あ、もう自分から。そうです、まあ、まあ、いませんかっていうふうにあの問いかけたところやっぱり 2,3 人いましたね。うん、めちゃ怖いのもありましたけど、何だったかな、その時聞いたのが、なんかこうどっかの心霊スポットに行って、詳しくは忘れちゃったんですけどね、はい、どっかの心霊スポットに行って、でそれで何だっけな、やばいってなって帰ることにしたんですよ、もう車に飛び乗って、で彼女の方が彼氏にもう早く乗ろう乗ろうって言って、で乗って発進したらバンって人を引いちゃったんですよ。それが彼女だったんですよ。え隣は誰もいないっていう話をしてたんですよ、怖いので。いや、その引いちゃった彼氏が話してる。引かれた方が、引かれた方が、お元気でよかったよかった。これはちょっとびっくりしました。そう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 、これね結構怖かったっす、ね、怖いですね。なんで発信してるのって思ったらもう跳ねられちゃったって感じ。そう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 、やっぱ実体験してる方とか、あ、県内でってことですよね、この仕事は。県内でしたね、はいはいはい、怖いな。その時俺も楽しくてもう飲みまくってたんであんまり覚えてないですけどね。はい、そんな、まあ、ちょっとねお酒も進みますね、そうですね、階段階ね、はい、じゃあお客さんのお話、今回私たちの会談があまりこういうのなかったので、はい、なんかやっぱりねちょっと質問コーナーとかあったらやっぱり楽しいんだなと思って、うん、やっぱり参加できる形、ね、いいなと思って今回すごい発見でした。結構質問もね、はい、あって良かったですね、うん、そう質問がね、やっぱり小原さんいらしてるから質問したい人いるんだなと思って、そうそうそう、あ、今までしてなかったのごめんなさいちょっと思いましたけどね。はい、これで会談会、まあ、こうはやっていったんですけれども、今回の、ね、4月の会談会ですけれども、なんと今回提供のスポンサーさんも、ね、ちょっとつきまして、ちょっとご紹介、はい、せっかくですからお願いしますね、はい、まずはですね、はい、医療法人クワエ皮膚科医院さん。これ沖縄市の、まあ、上地っていうところにあるんですけれども、はい、まあ、普通に老舗の皮膚科さんですね。ああ、そうなんですね、はい、あのスポンサーになっていただきまして、助かりました。
それあとはフェスティバルエクスプレスさん、はい、これはあの、楽天で、沖縄のなんかお土産品とか、あとはアロハとかですね、うん、沖縄雑貨とか、はい、まあ、黒糖のお菓子とかですね、いろいろこう通販で売ってるお店さんで、はい、そこもあのスポンサーさんになぜかなってもらってですね、すごいですねいやいやもうびっくりですね。あともう一人は僕もあの実はあのポッドキャストやってまして、そこのリスナーさんのアマンさんという方も、特に宣伝はいらないということだったんですけども、まあスポンサーになっていただきました。リスナーさんもありがたいですね、はい、この3社というか3名様ですね、ありがとうございます。そうなんです。これちょっと皮膚科さんっていうのが意外で、そうなんですよね、僕も飲食店とかねお土産屋さんは分かるんですけど、はい、皮膚科さんっていうのって思ってびっくりしたんですけど、だからその時階段お話したんですけど、やっぱり皮膚科ってやっぱり階段には必要かと思ってまして、皮膚科、はい、やっぱりあの沖縄のこういろいろ階段の中でですね、カジョーラって言ってですね、皮膚にこう湿疹ができる、じんましんができる霊障があるんですよ、これ治すには、まあ、地元のユタではないですけど拝み屋さんのところに行って、こうタバコを吹きかけられたりとか、スリッパで叩かれたりとか、そういう、まあ、施術が行われるんですけども、まあ、それがダメだった場合ですよ、皮膚科に行った方がいいんじゃないかなっていう、確かに、そうなのでこのクワイ皮膚科さん、おすすめです。おすすめですね、よくわかりませんが、はい、そうなんですよ、霊障でジンマシンが出るわけなんです、私よく出るんですよジンマシン、霊感ないんですけど、いやいやいや皮膚科行った方がいいですよ、やっぱりじゃあ怖い皮膚科さんに、怖い皮膚科さんに先日ありがとうございますと言いながら、絶対行った方がいいですよ、沖縄市上地ですね、そうです、はい、駐車場完備ということで、完備です、フットケアも行っております、フットケアも、フットケア、どういうあれなのか分かりませんが、分かんないですけどね、はい、壺とかかな、壺かもしれないですね、はい、気になりますね、気になる方行ってみてください、ぜひ、はい、フェスティバルエクスプレスさんは、はい、ね、なんかね、クラフト締め太鼓とかですね、結構面白そうなのが、あちょっとね、あのお土産に良さそうなのですよ、あと懐かしのムームーとかですね、ムームーね、ムームーって今はなかなか着る人、ね、見ないっすね、おばあちゃんが着るイメージですけどね、そうですね、ムームーって、あとこれなんかなと思ったらコンドームですね、これ、沖縄のコンドーム、ゴーヤーのね、あゴーヤー型のゴーヤー型かどうか、ゴーヤー柄がよくわかんないですけどね、グリーン&イボイボって書いてますね、まあ、なかなか、ね、なかなかいろんなものを売ってる面白グッズですね、あるみたいですね、はい、これ番組ね、あの県外の方かなり聞いてくださっているので、ぜひぜひフェスティバルエクスプレス検索してみて、楽天市場で、楽天で、はい、はい、もうね、楽天スーパーセールとか何かにね買っていただいたらポイントたまるんで、チェックお願いいたします、はい、沖縄好きな方でね聞いてくださっている方リスナーさんいらっしゃるので、うんうんうん、ちょっとチェックしていただきたいですね、ありがとうございました、はいはい、今ちょっとお話出ましたけどポッドキャスト番組をされてるんですよね、はい、そうなんですよ、はい、結構これ長くされてます、やってますね、うんうん、10年ぐらいやってるんじゃないでしょうか、10年、はい、なかなか、まあ、全然あの誰も聞いてはいない、もらってる様子はないんですけども、まあちょっとまあなんていうかあの友達と喋ってる感じ の飲みながら喋ってるのをただ流してるだけなんで、まあちょっとまあ外に出る、まあ、言い訳というか家庭でのまあそれでやってます、あじゃあどっか飲み屋さんとかでとおしゃべりしながらみたいな、そういやあのここで撮ってます、あここですね、あここですね、はい、ここいろいろできますね、こちらね営業時間終わってからなんか面白いことが起こるそうなんですね、はい、なかなかそういうとこなさそうなんでいいですね、はいはい、でポッドキャスト番組名教えてください、小座の耳汚しという番組でございます、はいはい、じゃあいろんなジャンルのおしゃべりをしていく、はい、という感じですかね、怖い話だけじゃなくて、はい、もう怖い話だけじゃないですね、あのなんだろうな、どうやったら世界が平和になるかな、お、はい、なんか真面目真面目な番組これ。いやいやあのね結局ね、いや結局無理だなとかいろいろそんな感じです。あ人生なかなか大変だなっていう。そうなんですよ。はい、はい、あのちょっとねあのポッドキャストとか割とね流しながら聞きながら何かっていう時にすごくいいので、はい、ぜひおしゃべり好きな方聞いていただければと思うんですが、はい、お願いします。このポッドキャストで前なんか声聞こえるみたいなのがあったじゃないですか。ありました。あ第何回ぐらいですか。いつ1ヶ月も。1ヶ月ぐらい前に更新したやつで、タイトルがですね、沖縄とユダヤっていうタイトルで発表したやつで、これがですねあのリスナーさんから声が聞こえると、ちょっとですね
これ紹介したいんですけれども、うん、ぜひぜひお願いします。ちなみに楠木さん聞こえました？聞こえないんですよ。聞こえないですよね。聞こえないんですよ本当に。俺も全然聞こえなくて、何回も聞こえなくて、この実際に聞いている聞こえた方とこの話した時に、はい、ここでこんな風に言ってるよって言われて、はい、こう言われたら聞こえるかもって言って聞いたんですけど、はい、ちゃんとヘッドホンで、はい、全然聞こえないです。いや俺も全然聞こえないですよでも聞きたいのに。僕と一緒に喋ってる相方のヨウジ君っていう彼がいるんですよ、うん、彼は聞こえたらしいんですよね。あそうなんですか。はい、え、どういうこと？じゃあ撮ってる時に聞こえたんですか？いや違う、その後聞いて放送ってことですか？そう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 、この指摘があってから、うん、聞こえたと、いうことなんですよ。でね、何秒だったか、29分24秒ぐらい、終わりぐらいですよね、はい、すごいね。に僕がですね、セリフとしては、セリフっていうか言葉としては、彼らはプロフェッショナルだからねっていうふうに言った後にですね、うん、そうなんだ、すごいっていう声が聞こえるらしいんですよ、うん、なんか女の子はすごいみたいな感じで聞こえるって言われて、そうそう、ただ一切聞こえないんですよ僕には。ですよね。どんだけ音を聞くしても聞こえないんですよ、うん、だからヘッドホンつけても聞こえなくって、はい、どうすりゃいいんだという感じだったんですけど、いやちょっとだからこれは、そうそう、お話ししていた方でも聞こえる方と聞こえない方とかいて、うんうん、いくら聞いても聞こえないって。あんまりそういうなんか心霊現象なんか僕起きたことないんですけれども、うん、ちょっと最近こうやっぱり少しこう心霊に寄りすぎてるっていうか、僕自身も、うん、ちょっと最近バイトの面接をしまして、はい、お店のバイトの面接ですね、うん、でその子が霊感があるっていう話だったんで即採用したんですね。もう基準がすごいもう一人面接来たんですけど、はい、この子は霊感なかったんで、ちょっとすいませんかということでお断りしたんですが、霊感ありますって聞く感じですか？聞いてませんが、聞いてません。自分から来る、そうです、霊感あるよ、はい、それでも採用したんですけど、その子からいろいろ話を聞いてるうちにですね、なんかやっぱりそういうことも起きるようになったのかなと思ったりもしたりもしなかったりとか、そういった子がまあ、ね、このお店にいると何かもしかしたらあるのかな。ちょっとね、一つだから、はい、その子の話で聞いたのが面白いのがあってですね、はい、その子がよく見る幽霊なのか妖怪なのかがいるらしいんですよ、うん、最近ほらシーミーだから、ね、だからそのシーズンだからなのかよく見るらしくて、うん、それがですね、絵も描いてもらったんですけど、はい、ちょっとこれ見せましょうね、ちょっと待ってくださいね、はいはい、絵があるようですね。こういう感じですよ。ちょっとこういうこれね、これなんかケサランパサランみたいな感じですか？それも見えますけど、うん、黒いんですよ。あ、黒い、もうまさに真っ黒黒透けなんですよ。あ、ちょっと想像してもらうと真っ黒黒透けがもうちょっとふわふわじゃなくて少しトゲトゲになったような、ウニ的な、ウニ的な、でも形は多分丸ではないです、うん、こうファサッとしてるような毛が体中に生えてるような感じで、目が2つついてるんですね、はい、それがリアルな人間の目らしいんですよ。あで気持ち悪い。この絵でもちょっと分かるんですけど、うん、黒目がちょっと大きいらしいんですね、うんうんうん、そいつがもう大きさも様々らしいんですよ。あ、小さいのもいるし、うん、この子はこれは机なんですけど、うん、机ぐらい大きいのもいると、で全部集まって、うん、人型になってるのもいると。これがこの絵ですね。でこれちょっと払う、じゃあ、まあ、気持ちは悪いんだけど、うん、まあ、特に何もしてくる様子はないんですけど、だ、まあ、気持ち悪いからもう見れてるのをバレないようにしてるっていう話なんですね。でこうなんか手で払ったりとかちょっと足で踏んづけたりとかすると、うん、ふわさっていなくなるんですよ、うん、まさにもう真っ黒黒すけみたいな動きなんですよ、それが至る所にいるらしいです沖縄市怖い。いやでもびっくりでこの話が。だから そこの裏にちょっと川があるんです。川っていうか、ありますね、うん。あそこにめっちゃいっぱい映ってました。今その川の方を迷いながら通ってきましたけど、私は。そう。いや全然見たことないしそんなの。いやこれは面白いぞと。いや近くにいるんですね。そうなんです。面白いですね。面白いって言っていいのか、本人はちょっとね大変かもしれないですけど、本人はやっぱりちょっと気持ち悪くて、うん、ちょっと悩んでそうな感じなんですけど、なんかね真っ黒クロスケなんか可愛らしい感じがしますけど、うんうんうん、人間のリアルな目はちょっとね、もうなんか常に見られてる感があって怖いですね。じゃあそういった個性的なバイトさんもいるというそうなんですよ、お店なんですね。はい、そうなんです、はい、
じゃあもうちょっといろいろお話伺ってましたけれども、うん、やっぱりね怪談好きということで、はい、怪談をまたお話しいただけたらなと思うんですけど、はい、一つはもう絶対私が聞きたい話、なるほど、はい、リクエストさせていただいたお話があるので、わかりました、どうぞお願いできますでしょうか。わかりました、お願いいたします。じゃあいいですか。はい、はい、じゃあこれは、友人の M 君から聞いた話です。 M 君は僕と同じ沖縄出身で、高校を卒業してすぐ東京のアパレル関係の会社に就職したんですが、数年バリバリ働いてなんとなく沖縄が恋しくなって有給を取って沖縄に帰省することにしたんです。で、実家に泊まることにして、母親から車を借りてドライブに出かけることにしたんですが、せっかくの沖縄気分を満喫するために民謡マニアである母親から沖縄民謡の入ったカセットテープをいくつか借りて、それを結構な爆音で流しながらドライブを楽しんでいたんです。で、辺りもすっかり暗くなってきて、沖縄本島南部の、サトウキビ畑に囲まれた道を走っていた時のことなんですね。なんとなくハンドルを右に切ったんです。するとそこは細長いスーッと伸びたまっすぐの道で、先が全く見えない深い闇なんですね。ハイライトにしても何にも見えないんです。その時ちょうど流れていた音楽が次の曲に切り替わったんです。こんな曲が流れてきました。兵隊さんの直角さん、まっすぐまっすぐ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 、兵隊さんの直角さん、まっすぐまっすぐ、まっすぐまっすぐ。小さな女の子が勝ち足を踊りながら楽しそうに歌っているような、そんな歌だったそうです。で、この目の前に伸びたスーッと伸びてまっすぐの細長い道、先も全く何も見えない、その状態とですね、流れてきた曲が妙にリンクしてしまって、ゾクッと怖くなった M 君は慌てて引き返したんだそうです。で、翌朝母親にこんな曲が流れてきたんだけど、あの曲何？って聞いてみたんです。すると民謡マニアの母親が、そんな曲知らないって言ったんです。テープを巻き戻しても早送りしてもどこにもそんな曲入ってなかったそうです。兵隊さんの直角さん、まっすぐまっすぐ、まっすぐまっすぐ、ググっても一切情報が出てきません。この曲に関して詳細を知っている方がいたら僕まで連絡をください。というのがこの話の数年前までのオチでした。実はある会談会でこの話をする機会があったんです。いつものように兵隊さんの直角さん、まっすぐまっすぐ、まっすぐまっすぐ、何か知っていたら僕まで連絡をくださいと締めくくったんですが、会談会が終わった後にその会談会の主催者の方が僕に話しかけてきてくれたんです。吉郎さん、その曲僕知ってる、そう言ったんです。詳しく聞いてみると、インターネット上のある古い動画だったそうなんですが、おそらく船の上から崖の上を撮っているというアングルで、老若男女問わず様々な人たちがバンザーイ、バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ叫びながら次々と崖から飛び降りていくっていう動画だったんです。その動画のバックグラウンドに流れていたのが、兵隊さんの直角さん、まっすぐまっすぐ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 。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。この気持ち悪い感じが大好きなんです。 ありがとうございます、はい、これちょっとね、こういろいろ考察できるところあるのかなと思ったんですけれども、うんうん、あの聞いたよって言った会談会の主催の方は沖縄の方なんですか？沖縄の人です、はい、なんかね、ちょっと僕もその時にしか会ったことないんですけども、いろいろこう会談のなんかあのなんていうの、お化け屋敷のなんかプロデュースをしたりとかっていう方だとその方言ってたんですけど、はい、ちょっと名前はごめんなさい、わからないんですけれども、たどろうと思えば多分たどれると思います、うん、
でその動画もやっぱり今ググっても出ないんですよね。出ないです。この曲私もこう今お話聞いた時に初めて耳にした曲だったんですけど、うん、なんかすごい耳に残るというかそう、俺も聞いた時もそうでした、うん、本当に なんかちょっと本当に気持ちが悪い、なんか楽しそうな感じゆえに気持ちが悪いというか、このだからこの歌を聴いた M 君も、うん、だからもう本当忘れられなくて、うん、もう一発で覚えたと、うん、この流れてきた時に、はい、歌詞も忘れられないし、なんか 彼が言うには僕もそう思ったんですけど、なんかやっぱりこう神風特攻隊というかですね、ま、うんうん、っすぐまっすぐこう行くんだぞみたいな、うんうん、そういう歌のようにも聞こえるし、うん、ちょっとまあ謎ではあるんですけど、直角さんっていう名前がこう名前なんですかね、何なんでしょうね、これそれもちょっと不気味だし、短いフレーズなのにすごいおなんか来るもんがあるなっていう不思議な階段で、これね他にも聞いたことある人いたらもうぜひ連絡ください。はい、米橋そばさんか番組に絶対連絡ください。絶対連絡ください。これは本当に、これちょっと本当に突き止めたいというか、いや本当です、その動画をまずね、はい、実際の見てみてその曲をどんな感じか聞きたいなっていうのがありますね、うんうん、本当そうです。まあ、でもちょっと沖縄ってね土地柄そういうのが、うん、まあ、あるのかなっていうような、そうですね、まあ、戦争の時の映像なのか、悲しい歴史がありますのでそれかなと思ったりもするんですけどね、うん、これ真偽のほどは定かではないという、はい、あの M さん、お元気ですかね、大丈夫ですかね。あ、 M さんは大丈夫です。あ、よかったです、よかったです、幸せに暮らしてます。あ、それは安心しました、はいはい、これちょっとね怖い、あの会談会でもお話しいただいて、うん、ゾッとしたお話だったんですけど、うん、他にもいろいろ聞かせていただきたいなと思うんですけど、いいどうでしょうか。わかりました。ちょっとこれ怖いとは違うんですけれども、はい、これです、僕が小学校5年生の頃に聞いた話ですね、うん、はい、ですね、沖縄の、まあ、ユタですね、あるユタが、死の間際に弟子たちにですね、死んだらあの世がどうなってるのか報告すると、だから連絡を待ってくれというふうにそんな言葉を残して亡くなったんですね。でしばらくすると本当にテレパシーのような形で師匠から連絡があって、あの世の状況を伝えてくれたんです。どういうところかというと、そこはめちゃくちゃ広い場所で死んだ人がたくさんいるんですね。で目の前は崖になってるんです。でその崖に飛び込む必要があるんですよ。飛び込んでぐちゃって潰れたかと思うとまた元の場所に戻ってるんですね。これを何回も繰り返す必要があるっていうんですよ。なんでそんなことをするのかというと、これは修行らしいんですね。でもそんな恐ろしいことできないということでブルブル震えてると、少しずつ人が減ってることに気づくんですよ。なんでかっていうと、この修行を終えて次のレベルに昇格した人たちが次々といなくなっているそうなんですね。でこの時理不尽に、めちゃくちゃ理不尽に思ったのが、こわもての人、生前まともな生き方してこなかったんじゃないかというような、何かこう着物を座ったような人たち、怖そうな人たちに限ってバンバン飛び込んでいっていなくなるんです。で逆に女の人とか老人、子供たちはなかなかそれができずにその辺でうろうろして何もできない状況が続いているということらしいんですね。でさらにですね、もっと怖い、もう恐ろしい存在が現れるというふうに言ってたんです。それが穴開き、穴開きというのがいて、これがめちゃくちゃ怖いと。穴開きが怖い、穴開きが怖いっていうことを残して通信が終わってしまったんです。ここまでが僕が5年生の頃に聞いた話なんですね。で僕この話めちゃくちゃ印象に残ってて、理不尽さもさることながら穴開きっていうのが何なのか、もう大人になっても断るごとに思い出したんですよ。穴開きって何だろう、穴が開いてるのか、だからなんかブラックホールみたいな真っ黒い何かなのかとか、そういうことを想像を膨らませたんですけど、ちょっと前にこの穴開きの存在につながるのではないかという話を知る機会があったんですね。これがちょっと話が変わりますけど、シュメール文明って知ってます？あ、はいはい、この目の、ね、そうです、はい、これも世界最古の、まあ、はい、
何千年も前の文明ですね。なんか都市伝説的には現代にも匹敵するような何か科学技術があったんじゃないかとか、うん、宇宙人が作ったんじゃないかとか、まあ、現在のイラン、イラクとかその辺のあたりに栄えた文明なんですけども、都市伝説では結構有名な、うん、そうですね、ところですね、はい、で、まあ、その文明ってめちゃくちゃすごい文明だったらしいんですけども、その文明を作ったその神みたいな存在、うん、神として崇められていた存在がアナナキっていうんですよ。あ、これあの日本語ではアヌンナキってみんな言うやつですね。英語とか海外の発音だとアナナキって言うんですよ。これじゃねえのみたいな。だから何かこう沖縄の古い信仰とか豊かが拝んでるもの、分かりませんよ、違うと思いますけど、何か昔のこのメソポタミア以前のシュメル梅とかと何か共通するものを神として崇めてたりするのかなと思った話です。あ、以上です、ありがとうございます。なんかまず小学校5年生が聞くには怖い話です ね、 そうですね、これね、そうそうそう、うん、だからとっても印象残ってるんですよ、うん、こうもうゆ豊か死んだ世界をこう教えてくれるみたいな、うん、何度か繰り返すことで、うん、まあ、消化されていって次のステップに行ってやがて生まれ変わるというようなイメージなのかもしれないですね。だから今例えば現世が今この現世が、うん、もし、まあ、修行の場って言ったりするじゃないですか、現世が、まあ、そうですね、うん、でこの現世の修行を終えて次のステージが崖かもしれないじゃないですか、もしかしたら。あ、なるほど、それ考えると嫌ですね。結構怖い思った人たちはここで結構いろいろやってきたから、うん、次行きやすいもしかしたら、根性ついてるから、うん、分からんけど、ぐちゃって何回もってしんどすぎますね。しんどいっすね、死んでからちょっとこれはすごく、そう、死んでも修行っていうのはもうちょっとね、うん、しんどいなって思いますけどね、はい、ちょっとこれそれからまたね、文明はるか昔のシュメール文明につなげていくっていうあたりがまたなかなか面白い。これはね、僕もしびれました、これを気づいた時には。やっぱり都市伝説マニアは大体ね好きですからね。そう、好きなんですよ、あのこの個性的なね、このシュメール人の顔をね。そう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 。あ、なるほど、アナアナナキ、アナアナキってアナナ、はい、アナキって言うんです多分。あ、なるほど。あ、でもそれはでもそういったちょっとした、ね、言葉のなんか似てる言葉でありえますよね、うん、こう通信してるわけだから、そうです、聞き取りがね、そう、うん、不思議な話でしたねこれまた、うん、なかなか、まあ、怖いというか、まあ、不思議な、これは不思議な話ですね、うん、はい、わかりました。じゃあもう1話ぐらい聞きたいなと思いますけど、わかりました、はい、じゃあですね、ちょっと短めの話になりますが、はい、これもね、あのユタの血を引く方から聞いた話です。もうだいぶ前、もう本当に昔聞いた話で、この人、あの人の寿命が見えるらしくて、どのように見えてるかっていうと、頭の上にデジタルで表示されてるらしいですね。で、ある時こう交差点、まあ、横断歩道でこう信号待ちしてたら、向かいの道に立っている人の寿命が残り5秒だったんです。短っと思って、でこんな短い人初めて見て、嘘でしょ、どうなるんだろうと思って、もう目が離せなかったんですよ。4秒3秒2秒1秒、なんで教えてくれないのってふって女の人の声が聞こえて、キキートンって車が突っ込んでいったんです、その向かいの女性のところにですね、うん、でまあ亡くなったみたいなんですけども、それ以来怖くなって寿命を見る能力はオフにしてるっていう話です。怖っ。そう、向かいの人がこう何か言いに来たのか分かりませんよ、分かりませんけどね、うん、そう、いや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 、ちょっとこれまた気持ち悪い話が多いですね。いや、そうですかね、気持ち悪いですね、はい、だその能力オフとかできるんですか。やっぱなんか能力オンオフするって言いますよ ね、 ねえ、だから能力者の皆さんはそういうことができてて、うん、まああれですね、霊感がないと言ってる我々はずっとオフなだけかもしれないですね。もしかして何かの感じでパッとつくこともあるかもしれないですけどね。いつになったら見えるのか、ね、見たことは全くないですか。ないんですよね。
見たことはないんですが、なんかやっぱりこう変でもあれ結局違うだろうなみたいな結論になるって、パッと消えた人がいたけど、見間違えだなで終わるみたいなところはあって、やっぱり小学校中学校ぐらいの時にはちょっとそんな変なものが見えてるのがなんか分かんないでしょ、あったんですけど、まあ年を取るにつれ本当に何も見えないし何も怖くなくなっていくという、そうなんですよ、年取るって恐ろしいことで。僕も全くないんですけど、でも例えばこんな僕でもたまに金縛りにあったりするんですけども、初めて金縛りにあった時ですね、東京に住んでる時だったんですけど、寝てたら金縛りにあったんですね、生まれて初めて、あ、これが金縛りかと、全く動かねえぞと、ついに俺にも来たなって思ってたんですけど、待てよと、これ上に俺仰向け寝てるんですけど、これ上に例の、まあ、女の人がこう乗ってるとかだったらめちゃくちゃ怖いなと思ったんですよ、でこう動かない間にこうちょっと胸のあたりをこう見てみたんですね、したらいたんですよ女子、やべって、ね、思って寝たんですね、で起きた時に忘れてたんですよ、でたまたまあのアンビリバブをやっててテレビで、心霊特集だったんですね、あ、最後俺さっき金縛りのあったわって思い出したんで、多分夢だと思います、でも実際にあったのはもうこれぐらいですかね、実際っていうか僕が見たのはそれで、金縛りってやっぱちょっと怖くなって、解き方わかります、金縛りのなんかどっかだけ力入れるとかそういうやつですか。そうなんです、僕の場合はもう本当に力任せで、もうあれ全部から体の外側っていうか指先とか足先からどんどんこう中心に向かって固まっていくような感じなんですよ僕の場合、あやばい来たって思ったらめっちゃもう動くんですよ、とにかくそこちょっとね、本当マイケル・ジャクソンみたいな動きになっちゃう、ロボットカッカッカッみたいな、固まる前に動くみたいな、固まる前にめちゃくちゃ、もう本当にカッカッカってなんですよ、でこれ繰り返しするとあの溶けますあの金縛りお困りの方、そうそう、もう来ると思ったら動く、動く、もうダンシング、レッツダンシングだと思ってちょっとあのまたね明るい気持ちになれば、そう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 、金縛りね、私も1回は記憶してる中ではあるんですけど、あでも多分疲れてたんだ、やっぱりね、そう結論はそうなっていくんですよね、そうなりますよ、その時は確かに疲れてたなと、左手かどっかだけをフンってやったら溶けるやんって思って溶けたんですけ ど、 なるほど、絶対これしんどくてなってる、体がしんどかっただけだなって後から、でも実はそう思っているからそうで、それが金縛りで霊障と思っている人は、霊障なのかもしれないですよね、捉え方かなと、そうなんですよ、思ったりしますけどね、そうだと思います、僕も、なかなかこう特に子供の頃見えたけどとかいう人もいるじゃないですか、大人だったら見えないとか、いますね、だからやっぱり感受性とかが強い時期にやっぱりで、やっぱり見えてる人は感受性が強いのかなと私は思ってるんですけど、いやまあそうだと思います本当に、俺ら鈍すぎるんですよ、そうですね、まずポッドキャストをね、あの声が聞こえない時代でも、もう本当に鈍いのかもしれないです、今日も入ってるかもしれない、あそうですね、ちょっと家に帰ってしっかり聞く、じゃあ聞こえないですか結局でこれリスナーさん任せなところがあるので、そうですね、リスナーさんに聞いていただいて、あの連絡くださいみたいな形になるかなと思います、はい、で今日ちょっとね怖いお話も聞かせていただいたり、はい、まあ、ちょっと楽しくね対談会振り返ったりしてきたんですけれども、はい、最後にですね、あのお店のちょっと宣伝でもしていただければと思います、お時間とかそういうのも含めてお願いします、沖縄市合わせで、沖縄そばや米八そばをやっています、金曜日が定休日で、あとは空いてます、11時から15時までの営業ですので、ぜひいらしてください、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ね、最初に出てきました例の駐車場も、はい、必ず見に来てください、見てください、はいはい、おそばね、あの階段階でいただいたんですけど、美味しくて、いやいや、ありがとうございます、テイクアウトもできるということ で、 できますので、はい、もうこれ皆さんぜひご利用いただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、あとね、あ、なんだっけ、ぜんざい、あ、ぜんざいですね、ぜんざいもね、はい、前ちょっと食べさせていただいたんですけど、ぜんざいもすごく個性豊かで、そうですね、うん、あの地球上ではここでしか食べれないぜんざいが出てきますので、気になる人はぜひね、はい、来ていただければと思います、県外の方もぜひ、あの観光客の方も結構多いんじゃないですか、はい、いやもう今多いですよ、あのゴールデンウィークだし、増えてきてね、はい、またにぎわってきてますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください、はい、またね、階段会ぜひぜひやりましょう、フォロワー階段会させてください、本当にやりましょう、はいはい、また次の機会でまた皆さんともお会いできたらなと思っております、はいはい、今日はまあちょっと
コラボということで、コラボ自体初なので、ね、私はなんか変にテンション上がるんですけど、コラボということで、はい、2代目米八そば、吉郎さんに来ていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーは作家のかなさんの実話怪談をご自身の朗読でお届けします。3月から始まりました僕は今どこにの最終回です。今月は3月4月の音源もまとめて3話一挙放送でお楽しみいただきます。僕は今どこに。僕は今押しボタン式の横断歩道で歩行者信号が青に変わるのを待っている。この横断歩道を渡り切ったら、カツオだしと豚だしの美味しそうな匂いにありつけるのかもしれないと思いながら、バイパスの速い車の流れを見つめていた。次々に目の前から自動車が消え去る、創造市330号線、通称バイパスと呼ばれている道路沿いの歩道に僕は立っているのである。そして横断歩道を渡り切った先には、ちょうど正面に沖縄そば屋がある。その沖縄そば屋を眺めていると、お腹も空いてくる気がしていた。今日は何が食べたい気分なのだろうか、と沖縄そばのメニューを思い浮かべてみた。豚バラ肉の三枚肉が乗ったシンプルな沖縄そばは食べ飽きないし、スペアリブのソーキ肉を甘辛く煮つけたものが乗ったソーキそばは、お腹が空いている時に食べたくなる味だ。そして疲れている時には、こってりとした味わいの豚足の足手びちが入った手びちそばは、ゼラチン部分のもちもちとした部分がたっぷりで、骨までしゃぶりついてしまうのだ。それから平打ちの白い沖縄そばを音を立ててすすると、食欲も満たされていき、スープを飲み干すと幸せな気分に浸れるのだ。もちろん沖縄風炊き込みご飯のジューシーも外せない。ジューシーには豚のバラ肉とその出汁で炊いているのでこってりしてはいるのだが、高温多湿で体力を消耗してしまう沖縄にはぴったりの炊き込みご飯なのだ。ラーメンも美味しいが、やはり沖縄では沖縄そばを定期的に食べたくなるものだ。家で食べても店で食べても味が違うので、どちらで食べても飽きも来ないのである。それから沖縄そばのトッピングに欠かせないのがかまぼこである。沖縄はかまぼこもよく食べられる地域で、本土の板に乗った真っ白なかまぼこではなく、魚のすくすり身をまとめてあげたかまぼこが、いくつもの形やサイズや味違いで売られている。そんな揚げかまぼこがスライスされて、白い沖縄そばの麺の上に乗せられ、三枚肉かソーキ、手びちのどちらかの肉と、真っ赤でスープに色も溶け出す毒々しい紅生姜、そして緑色の細ネギのみじん切りも乗せられているので、色のバランスも食欲をそそるのである。目の前に大きな碗に盛られた沖縄そばを差し出されると、スープからすすろうか、楽しみの肉をまずは一口頬張ろうかといつも迷いながらワクワクするこの時間も楽しいものである。そして島唐辛子を泡盛に漬け込んだ高齢偶数という辛味の調味料も味に変化をつけてくれるので、途中で少し垂らして味わうのだ。少し前に、歩行者信号は青です。横断者はお渡りください。というアナウンスが聞こえていたような気がしていた。そして正面の信号機を見てみると、点滅していて、あれだけ騒がしかった道路も幾段か音がトーンダウンしていることにようやく気がついた。やってしまった。沖縄そばのことを想像していたら、信号が青になったことにさえ気がついていなかった。ただバイパスを横断するのには少し時間もかかるため、
また次に渡ればいいかと思っていた。今は急いでいるわけでもないから余裕がある。そしてまた行き交う車をぼーっとしながら見つめていると急に、あれ？僕は今、この横断歩道を渡ってどこに行こうとしていたのだろうか、と思い始めていた。日頃の疲れが出てしまっているのだろうか。ぼーっとしながら、こうして速いスピードを体全体で感じていると、ものすごい睡魔に襲われてきたのである。続く。僕は今どこに？続き。横断歩道の向こう側正面にある沖縄そば屋に、家族連れと思われる30歳代と思われる夫婦と、小学生の子供たちが入っていこうとしているのだった。そういえば長い信号待ちの間に睡魔に襲われていたのだった。向かいの沖縄そば屋の横に黄色く縁取られたバス停の看板が立てられていて、そしてなぜか自宅用のソファーが置かれているのである。沖縄ではバス停にいらなくなったであろうソファーや椅子が置かれていることがある。そのソファーに腰掛けている3、4歳くらいの少女がいた。近くに保護者らしき人もいなくて一人で座っているのである。どうして一人でいるのだろうかと思っていると、沖縄でおやつに食べられている沖縄そばにもトッピングとして使われる揚げかまぼこを手に持ったおばあが、少女の前でそのかまぼこを渡して手を引いて沖縄そば屋に入っていったのである。孫とおばあだったのかなと思いながら寝ぼけている状態の僕は向かいの沖縄そば屋を眺めていた。まだ信号が変わらないや、と心の中でつぶやきながら僕のまぶたは少しずつ重さを感じるようになっていった。兄さん、大丈夫ね。確か道向かいにいたおばあが、かまぼこが入っているであろう、半透明色の黄色いビニール袋を手にして僕に話しかけていた。かまぼこ食べるね。優しているでしょ。兄さんはおにぎりが入った。爆弾かまぼこがいいかね。だけど兄さんも大変しているね。いつからここにいるのかね。おばあは僕の返事を待たずに一人で矢継ぎ早に話しかけてきた。いつからって数回信号を見逃しただけなのだが、このおばあは何を言っているのだろう、と僕は不思議そうに思って返事もしないでいた。するとおばあはまた話し続けるのだ。おばあはね、人から頼まれてこの信号に来ているわけさ。どうしてこのおばあは僕に話しかけてくるのだろう、と思いながらおばあの話を聞いていた。ここには何人かの残されたうむいというのか、まぶいがそのままになっていると聞いてね。そのことと僕は関係ないのに何を言ってるのだろう、と思っていると、そうだよね。知らないおばあから訳がわからないことを言われても意味くじピーマンだよね。だけどね、兄さん、そろそろこの場所から離れなさい。兄さんはもうあちら側に行った方がいいよ。まあ自分でもいい加減この横断歩道を渡り切ろうとは思っているけれど、と思った瞬間、兄さんは渡ろうとして渡れないでしょう、とおばあに見透かされたようにそう告げられてしまい、僕は本当にびっくりしていた。仕方ないさ。兄さんは気がついていないみたいだから話すけれどね。だけど兄さん、兄さんはこの横断歩道を渡ってどこへ行こうとしていたのかわかるね。おばあにそう言われて本当にドキリとしていた。だって僕はどこへ行こうとしていたのか考えても全く思い出せないでいたからなのである。うり、かまぼこ。僕は目の前に差し出されたかまぼこを手にしていた。食べてみなさい。いろいろなことが見えてくるはずよ。とおばあにそう言われて、透明なビニール袋に入った爆弾かまぼこにかじりついてみた。油が唇にねっとりとついて、歯ごたえのあるクリーム色のすり身の中には、梅入りのおにぎりが入っていた。まあさんでしょう。と、おばあに話しかけられ、僕は頬を涙が伝うのに気がついたのだった。兄さんは長い間ここにいたみたいだね。大変したね。
だけどもう大丈夫さ。それから僕は徐々に気がつき始めていたのである。もう僕の居場所はこの世界にはないことに。さらに続く。僕は今どこに。さらに続き。あれ、そういえば僕はこの横断歩道を渡ってどこに行こうとしていたのだろうか。家にも帰ろうとしていたのか、家から出てどこかへ向かう途中だったのか、それさえもわからなくなっているようだ。それにしてもここはどこなのだろう。ぐるぐると頭の中で質疑応答を繰り返していると、先ほどのおばあが話しかけてきた。兄さん、ここは那覇のバイパスの信号さ。そうか、那覇のバイパスにいるのか僕は。と改めて気がついていた。あのさ、兄さん、このままだと永遠に今の場所から動けないまま過ごすことになるよ。おばはさっき小さい女の子にも話しかけて、別の世界に行ってみようね、と連れて行ったばかりだよ。この場所は何年かに一度はさまよっているマブイがいるわけさね。おばあの話していることはよくわからない内容で、それでそのことと僕は何か関係しているのだろうかと思っていたら、おばあが続けて話していた。兄さんはどうするね。これはおばあがも決められないからね。どうするって何をどうするのか。僕はただこの横断歩道を渡ってあちら側へ行きたいのに。おばあの問いかけには答えずにそう思っていた。横断歩道の向こう側正面にある沖縄そば屋から家族連れと思われる30歳代と思われる夫婦と小学生の子供たちが出てきた。この家族はさっき入っていった家族だよな。それだとそんなに時間も経ってはいないや。そう思い僕はとても安心していた。そしておばあが、だ行こう兄さん、と声をかけてきた。しかし僕が何も答えないでいたのだから、おばあがこう話してきた。小さい子はよくわからなくても、一人でいると寂しい気持ちも強いからなのか、おばあについてきてくれるけれど、ある程度の大人は抵抗する気持ちがあるというのかな。現実を受け入れたくないという気持ちもあるみたいで、とどまったままの選択をする人もたまにいるわけさね。兄さんはこの世に未練があるみたいだから仕方ないね。またそのうちに誰かから話しかけられたら考えてみたらいいさね。じゃあおばあは行こうね。おばあはそう話して僕の目の前の横断歩道を渡って行ったのである。だけど僕は一緒に渡らずに、また赤信号が青信号に変わるのを待つということになっていたのである。僕はただ渡りたいだけなのに、どうして何度も青信号を見逃してしまっているのだろうか。家に帰りたくなくてゆっくり帰ろうとしているのだろうか。待てよ、ここは那覇のバイパスだとおばあは話していたよな。ところで那覇のどのあたりなのだろうか。そもそも僕は家に帰ろうとしていたのだろうか。よくよく考えると、カバンも持っていないし、スマートフォンも財布も持っていないようだ。その後、しばらくすると、40歳代くらいの女性が、青信号になった横断歩道を渡り始めて、振り返って僕を見て、かなりショックを受けたような驚いた仕草をしたと思いきや、走って行ってしまったのである。それでも僕はまだこの横断歩道を渡れないでいたのである。どうして僕はここにいて、この場所は一体どこで、自分は何をしている人なのだろうかと考え始めていたのだが、全く思い浮かばないのである。そして一体いつから僕はこの場所にいるのだろう。それに渡りたいなのだろうかということも疑問に思っていたのである。ただ一番気になることは、果たして僕はこの横断歩道を渡れるのだろうかということなのかもしれない。
永遠に今の場所から動けないままで過ごすことになるよ。おばあの言葉が僕の頭の中で響いていた。おしまい。いかがでしたでしょうか。以上、実話怪談、不思議な物語、僕は今どこにでした。はい、エンディングのお時間です。今月は特別編成でお届けしました。それでは来月の第4日曜日6月25日22時にお会いしましょう。案内人は楠木でした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。